パウル・マルティンはスイスの陸上競技選手である。彼はスイスのスポーツ選手としてはオリンピックに5回出場した最初の選手である。1920年から1936年の期間に彼は中距離走の選手として5回、その他に芸術競技に1回出場した経験がある。そのうち1924年に開催された。 パリオリンピックでは800メートル走で銀メダル獲得を果たしている。18歳だった1920年、アントワープオリンピックから34歳で迎えた1936年ベルリンオリンピックまで、マルティンは5大会連続でオリンピックに出場した。彼は陸上競技では800メートル走で5回、1500メートル、競争では3回オリンピックに出場しているが、 決勝に勝ち残ったのは1924年パリオリンピックの 800m 走と1928年アムステルダムオリンピック 1500m 走の2回のみだった。パリオリンピックの 800m 走では予選3組を2分00秒2で1位、準決勝1組を1分55秒6の3位で通過し、決勝では1分52秒6の記録で イギリス代表のダグラスローに続いて2位に入って銀メダルを獲得した。アムステルダムオリンピック戦5 0 0メートル走では予選1組を4分00秒8の記録で1位通過して決勝に臨んだが記録自体は3分58秒4と予選を上回ったものの6位に終わった。最後のオリンピック出場となった1936年ベルリンオリンピックでは本業の陸上競技以外にも 芸術競技に参加しているが、順位と参加した種目は明らかになっていない。アスレチックスアットザ1924パリサマー、ゲームズ、メンズ8 0 0ーズフィナール、ハットアスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズ、メンズ1 5 0 0ーズハットアートコンピティションスアットザ1936ベルリンサマーゲームズ、ミックストリテラチュア、アンノーニイベント、 ありがとうございます。